さあ、閑静な住宅街にやってまいりましたね。私がこういう形でオープニングを撮るということは、そうです、あの大好評のあの車は今この住宅街のどこかにあの車があるというところで見つけました。早速行きたいと思います。そう、あの車は今、これ多分相当昔の車です。一番最初2001年の D1 グランプリのシリーズチャンピオンを取ったあの車です。ということはあの方もいるということだと思います。早速行ってみたいと思います。さあ、ということでどうやらすごいガレージ、こちらでございます。じゃん、これです。出た。そしてこの男、もう、ね、先ほど言いましたけれどもね、ニーハオ。何がニーハオですか2001年の初代 D1 グランプリシリーズチャンピオンのドライバー。そう、初代チャンピオン。それであり、それこれが実は、はい、そのチャンピオンカーそのもの、はい、2001年、はい、ですよね、はい、いやなんていう綺麗な状態でここにあるのか。素晴らしいでしょ。こういう状態でチャンピオンカーがあるのは、うん、ほとんどないんですよ。姿もラッピングも変わって、そう、もうなんか面影もないねみたいなばっかりでしょ。そうなんだ。面影、超面影。これ逆にもしかしたら、うん、綺麗になってるぐらいな。後でちょっと中身見せてもらいますけれども、はい、時を戻しましょう、はい、プロ乗り選手権から始まりました2000年の恵比寿、はい、一番最初、うん、その時のシルビアは、うん、あれが一番最初なんですけど、あれ黄色でしたっけ。そうなんですよ、あれこれです。あれがこれ、はい、あの時に、はい、だって2000年ってこれシルビアって1999年に出た車ですよ、うん、あの時もう買ったんですか。そうですよ。1990何年広島から上京してきたの。98年ですよね、はい、こっち出てきた時に、うん、経営オフィスってところで、はい、あのバイトさせてもらったんですよ。バイトしてたんだよ、はい、あの経営オフィスの川崎出張所ってところでバイトさせてもらってて、 でそこにあった経営オフィスのデモカーが 2台あって、うん、青いのと黄色いのがあって、あって覚えてますよ僕それ、うん、でその黄色いの、そのうちの黄色いのを買わされた、うん、そう買わされた200万で安いんじゃないですか。あれでも当時は高かったのか。いや、まあ、新車200ちょっとでした多分。ですよね。250万ぐらいか。全部入った状態。まあそうですね。そうだよね。そうですね。はい、経営室の野郎、経営室の足みたいな。はい、でそのプロ取り選手権、うん、その黄色いので、うん、出ました。はあ、その後のオートサロンの時に色を赤くして、うん、赤くしてこんなこのシールを貼って、あ、そうなんだ、で並べました T&E のブースに。なるほど。黄色い時ももうすでにつけてたね。 T&E、 あのプロドリ選手権の時はもう T&E、 そうついてた。だから形容詞のエールを外して、外して、そうだそうだ確かにそうで、はい、足も形容詞を外して、うん、外してJIC つけて、あの、はい、なるほど、はい、いうのがこの状態であり、はい、皆さんが記憶している最初はこれだよね、大体でも。そうですね、プロドリ選手権の後からも D1 グランプリってなってからは、まず日光から始まって、そう、僕もそれから、はい、それを見て、まあ、時はもうこの状態です。これ当時、これタイヤは何、これアドバンネオバですね、07とか08とか、そうそう、だから多分07ネオバだと思います。じゃあネオバでした、最初は、ね、ここがまた微妙なんですよね。そうそう、確かね、黄色い車で出た時はグッドイヤーだったと思う。グッドイヤーなんだ、うん、いやそれは知らない、知らないでしょ、知らない事実が、うん、あれ、うん、ある試乗会で、うん、まあ、雑誌の取材で、うん、グッドイヤーのレブスペックっていうタイヤが、ね、はい、出た時に出たばっかり乗った時にすごく箱根で良かったんですよ。なるほど。でグッドイヤーの話をいい人と話をしたら、うん、ちょっとタイヤくれることになって、でそれでだからその多分ね、この年のこの時のオートサロンって僕多分グッドイヤーブースでトークショーしてますよ、うん、今初めて初級化されるその事実。僕でね、2002年から横浜と、うん、横浜なんだ。 HKS は2001年から、うん、契約してるんですよ僕。そうだよね、はい、2001年にマカオグランプリに出たんですよ、うん、はいはいはい、2001年にアルテッツァワンメイクっていうのと、うん、スーパー大会の N プラスアルテッツァ、うん、これをダンロップで出てるんですよ。あ、
スーパー大気はね、なんかもうイメージアドバンカラーのあのアルテータしかもうイメージがないから、それは2002年なんですよ。そうそう、全然イメージがなかった。2001年にダウンロップで戦ってたんですよ、スーパー大気を。でその2001年の後半最後の11月に、うん、なぜか、うん、1年間僕ダンロップで戦ってきてたのに、うん、アドバンからアルテッツァでマカオグランプリ出たんですよ。でアドバン横浜ゴムから、うん、もうあいつ使えるなってことで、2002年、オリド君と、アドバンアルテッツァで戦うことになるんですよ。なんか、はい、じゃやっぱこれで出てきたのから全部がつながる、やっぱそうやって一個一個全て今つながってるのかもしれないね。そうですね。だから僕は ね1998年に広島から上京して、はい、そこからは凄まじい、一気にいろんなことを経て全部をこう結びつけていって、もうなんか今に至る状態ができた、すごかったですね。はい、ただ今ちょうどタイヤの話になりましたけど、S タイヤを履いたのは2個出したのは、048ですよ。048あれ、うん、これもね、これもまあ048で出たんですよ、日光最終戦。でもその前にも確か履いてるんですよ、そのシリーズに。そう、履いてるはず、履いてる。ダンロップで。あ、ダンロップで、うん、それも知らない。雨の恵比寿あったよね。いや、そうそう、あったあった。あ、ね、そうだ、それ多分俺ね、スタイルで言ってるんだよね。日光に来た時に、048、8、ちょうどマカオグランプリ出た後なんですよ。で横浜からエスタイヤもらって、それで行けと行ったんですよ。したら練習走行でめちゃくちゃ調子よく走ったらすぐなくなっちゃったんですよ、タイヤが。あ、なるほど。ほんでやべえ、タイヤがねえと、ヤシオファクトリーの岡村さんに電話して、タイヤがないと、なんかエスタイヤ持ってきてっつって、お店にあったブリヂストンの中古のエスタイヤを持ってきてくれて、ややこしい、走ったんですよ。もう自由だった時代だね。そうだから、だいぶもうなんと本当ね、しかもね、その最終戦のちょっと前に、この車がビデオオプションの企画で、山田英二が乗ったんですよ、つくばで。そしたらエンジン壊れちゃって、さらに。そうなのよ。ほんでドタバタと、その D1 最終戦のちょっと前に、エンジンを直したり、セッティングをヤシオでやったりして、そして当日日光行ったら、ちょっとパワーが足りねえと。っていうところで、岡村さんにタイヤ持ってきてもらって、でやってもらったので、DHOB っていう点火剤入れて、点火時期進めてってやって、なんとか走れて勝てたと。それで勝ったんだよね。はい、結構ドラマがあったんですよ。それね、はい、僕っていうか多分もう世の中的には、うん、あれはアドバンの S タイヤで勝ってるっていう風になってるはず。うん、練習走行は04%でめちゃくちゃかっこいい速いドリフトをしてた。で、それを見た土屋さんが、うん、S タイヤは禁止しようとちょうど言い出した時に。そうだよね。俺が勝ったからね。そう。うん、それでね、うん、いうところで。俺のせいで S タイヤ禁止だったから。いや、じゃあいろいろな歴史ドラマが実はこの車あったの。ありますよ、あります。はい、なるほど。当時これ、はい、じゃあちょっと車の中いろいろ聞きますけど、当時はエンジンは、うん、あれ2リッター？もちろん2リッターです。はい、HKS 号になって2.2 ですけど、これは2リッターでタービン2835っていうタービンについてて、400-230馬力です、ね、はい、いうぐらいな、はい、まあ、あとカムダランダをちょっとやってというところ、はい、で当然これなんかはない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 よね。ないない、切れ角っていうのは普通やっぱり速さを求めてた。そうですね、僕は常に基本的にはあの当時は審査員が土屋さんだったんで、角度とかよりも速さ重視じゃないですか。もう感性でっていうか、ものすごい勢いで飛び込みスピード一気にガーンって、 そのまま踏み切っていく速さ、はい、だから速さを求めていったら S タイヤがやっぱりいるなっていう僕の。そうだよね、理論として、はい、だってみんなその当時って、はい、フロントはハイグリップ、リアはもう何でもいいやぐらいだったじゃないですか、ね、はい、D1 といえども。でこれは何年まで使ったの、そしたら。いやいや、もうその2001年でチャンピオン取りました、これで、うん、で2002年も出ました、うん、そこまでぐらい。2002年も本当はもう使わないはずだったの、これ HKS の車を。あ、やらなかった。HKS ワークスとして出るはずだったんですよ。そうだね、さっきの話の流れからいくと2002年には契約してるし、横浜ももう2001年にもう横浜、そうだよね、HKS を契約してて、そうだよね、2002年はブリッツに続く、もうワークス体制として、そうそうそう、イメージ HKS のワークスドライバーとして出るんですけど、そう、なんと、その HKS の車をね、ある方がぶっ壊したんですよ、日光で。土屋さんでしょ。知ってますよ、もう有名な、必ず関わってくるね、もう全て。
あなたの歴史の中に全部土屋さん入ってくるね、やっぱり。それはもうあの僕らの大先輩の、ね、あの、ね、本当すごいね、そこはね、あの雑草界のもう御体ですから、うん、そうですね。でまたこれが引っ張り出されたんだ。そうですね、あのとりあえずその車が直ってくるまでの間、うん、この車で走ってましたけど、うんうん、美北とか、そうだね、はい、いうところで、じゃ あ, あの完全には2003年4年で MHKS の車になってったと、ね、はい、RS1、RS2 ってなります。そう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 、はい、でその頃からも MHKS がフル体制でエンジンやったりなんだりになってきた、はいはい、そうですね。でいつまで、じゃあこれ現役はやめていつまで乗ってた、持ってた。僕の記憶にはもうなかったんですけど、一応今現オーナーにさっき聞いたら、はい、2008年か9年ぐらいっていうふうに、うん、その熱烈な、うん、だからね、あとでご紹介しますけど、はい、この車のファン、はい、あなたじゃないらしいんだよ、ね、この車に憧れ、あれなんかショックだなそれ、ドリフトに憧れ、はい、でそのからドリフトの道にも入った方が、はい、ずっとそれ以来、うん、少しずつこういろいろ直しながら綺麗にしたが、ずっとこうやった状態で保管してるってこと。これそうです、僕以上の、うん、シルビア愛というよりは、うん、よりはこの車愛が強い、あの、はい、彼がいまして、そう、でもその彼が偉いのは、はい、この車でドリフトはしないんですよ。してないね、はい、いやしてないでしょこれ、うん、これこんな程度の、ね、谷口さん持ってますよね、あの全部あのクルに作った、全部ゼロから作ったシルビア1号。 あります、はい、あります。あれと同じぐらい、もしくはそれ以上の作り込み、あの僕のシルビアも もうものすごいあの綺麗にしてますよ、はい、でもぶっちゃけこっちの方が好き。これ、うん、あの僕もこれには愛情がある。やっぱりある、うん、これいろいろ思い出も詰まってますし。だよね、はい、だって原点じゃない、もしかしたら。そうそう、あとは僕今さっき言ったこっちに出てきて、いろんなこのね、いろんなこの分かれ道とかいろんなものの中でこう選んでた方、行った中でのきっかけの車なんで。 そうでしょ、はい、これを経営オフィスに、うんうん、あの買わされてなかったら、なかったか、なかったと思いますね。だから経営オフィスに、買わされてありがとうと言いたい。買わされてってすごく嫌な言い方してますけど ね、 本当にね、200万で買わされてね、北新に200万で買わされてありがとうと言いたい、うん、最近乗ったの。乗ってはいないでしょ。乗ってないです、はい、久しぶりに見ました。見た、はい、久々に見た、はい、で改めて、ちょっとですね、現オーナー早速紹介したいと思います。この方で青木隆一さんでございます。どうぞどうぞどうぞ。すいません。まあ知ってる人は知ってるな。うん、ね、この方、学取りジャンプでもありますし。そうですね。2009年ですかね、もう古い話で。だいぶ前だね。はい、で、知ってる人は知っている。今もうプロのゴルファーでございます。プロゴルファーでございますね。はい、でもうドリフトはやってないんだね。まあやりたいですけどね。やりたい、まあ、いずれもできると思いますけど。だってそもそも、はい、そう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 、はい、どっちかを選ぶときに、はい、もうドリフトはいつでもできるから、はい、あなたはプロゴルファーをちゃんと目指しなさいって言われたんですよ。そうですね。今そのね、この状態で車業界来たら、うん、おー隆一隆一っつってね、うん、みんなにこうなんか、まあ、後輩扱いになるでしょ、うん、でも、うんうんうん、ちゃんとプロゴルファーで成功して、うん、あで来るとあのテレビに出てて、そしたら青木プロ青木プロと、そうだね、あのゴルフで稼いでるお金で遊びでやる分だったら、うん、みんなが崇めてくれて、うん、扱い方も全然違うんだから、うん、 そうだよね、そっちでまず頑張って、そっちをまず成功させて遊びで車やりなさいっつったの。 いくらでもできるよ。そう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 。これなんで買ったの。中学生ぐらいの頃に友達があのビデオオプション持ってきて、うん、D1 グランプリちょっと見ようぜと見て、学さんが喋ってるやつなんだなんだとドリフトねって見てみたらすごいなと、まずすごいなと思った中で一人ずば抜けてかっこいい選手がいたんですね。いやかっこいい車でしょ。ああかっこいい車がいたんですね。でかっこいい車がいて、その走りがかっこよかったんですね。当時赤い HKS カラーので、イチゴが走ってきて、うん、かっこいい、すごいなって、やっぱりそのドライバーの方が気になって、うんうん、誰なんだろうと言ったらこれが分かって、はい、谷口信輝っていう、うんうん、広島出身の方が、うんはい、でそれから、まあうん、まあ実際は、まあ、谷口さんもともと憧れてたんですね、うん、で、まあ、20歳ぐらいの時に僕は地元のカーショップの走行会にこう行ったんですね、うん、でその時にゲストドライバーが谷口さんなんです。でそれ覚えてるの。覚えてる。なるほど、うん、でそこで、まあ、とあるカーショップの社長が谷口さんに、うんまあ、この子ゴルフ結構、まあ、うまい子でと、ね、まあアマチュアだったんですけどまだその時、うん、で谷口さんその頃ゴルフめちゃくちゃハマってて、うんうんうん、
で、じゃあゴルフ教えてよみたいな話もちょっとそこであって、そっか、そこで交流ができたの、まあ、若干こうあって、うん、その壮行会で、うん、まあ、今度ゴルフしようよぐらいだったんだけど、うん、そうですね、その時は、うん、でその後、東京オートサロンがあった時に、そこに俺がいるところに彼が現れて、うん、で、あの、見に来ましたみたいな感じで来たんで、うん、おお、そうかっつって明日さっつって、うん、ゴルフなんだけど来ないって言ったら、うん、あの、明けて月曜日、うん、あの、行きますとかっつって、うん、いうことでゴルフして、うん、まあ、交流が始まった感じですね。なるほど。それで買ういきさつは？ゴルフ何度か行かせてもらったりいろいろしてて、うん、ちょっと仲良くさせてもらってからか、てから、うん、あのイチゴってどこにあるんですか、うん、みたいな、まだあるんですか、うん、みたいな話から、うん、あるよみたいな、あるよって、で、なるほど、まあ、ガレージの中にこうしまってあるこのイチゴを見てですね、まあ、僕車、当時車持ってなかったんですけど、持ってなかったんですけど、か、まあ、母親の車を僕が勝手に借りて、勝手に乗ってたんですね。で、まあ、谷口さんが、いや、この車は僕めちゃくちゃもう憧れてて、めっちゃいいです、めっちゃ最高ですって言ってたら、そのまあ、当時僕が母親から借りて乗ってた車、いや、お前のこの車の方がいいよみたいな、うんうんうん、あ、じゃあ交換しましょうよっつってで交換したんですよ。そんな初めて聞いたけど、ざっくり言っちゃうと面白いでしょ。面白いです。それでこれじゃあ交換しちゃったんだ、うん、あの、ここまでとは思わなかったけど、うん、でもやっぱり、あの、ちゃんとね、うん、ずっと大事に持ってくれてて、うん、で、あの、この車だけじゃなく基本車全部きれいに持ってるタイプなんだけど、 それは指定だから、で、もう常にちょっと小石が当たった時も板金入れて塗り直したりとか、いや、これもう完全な消化状態ですよ。そうですね、俺が乗ってる時よりもきれいに保ってくれてるので、うん、そうだよね、で、きれいにするだけじゃなくて、うん、さらに進化させたりもしてるんで、そう、ちょっとその進化部分、進化部分見たいんで、はい、これ谷口さんが乗ってた頃とだいぶ違うじゃないですか。いや、でも、でも、うん、これはやってたし、うん、あ、そうなんだ、カバーの、これこんなのはなかった、これ、これ違う、新しい、これ、うんうんうん、これ今時ですよね。そうですね、なんかね、スガショーファクトリーで、あ、そっか、35GTR、 そう、 35GTR のコイルだったり、うん、まあ、燃料、コイルのセットだ、まあ、そうですね、コイルセット、はい、こういうのは懐かしい、まあ、当時のものだけどね、これはもう当時のものですね。タービンはこれ、GT3 タービンってやつで、あ、いや、そうか、初めて受け継いだ時は、うん、当時 GTRS タービンっていうのがRSタービンだ、ね、ついてて、はい、まあ、ずっとつけてたんですけど、はい、あの、まあ、HKS さんがこうちょっとこう新しいタービンをってことで、まあ、この車で商品開発を、 GT タービンのさらに新しいのが今ついて、はい、それもやって、そうです、ね、なってる状態なんだ、まあ、で、まあ、あとはさ、まあ、その、まあ、この辺の、まあ、コイルから燃料系っていうのが、まあ、今 35GTR の、うん、ものに変わってたり、エアフローとかもそうです ね、 ね、エアフローも一瞬この、あの、 V プロ制御っていうのもあったんですけど、うん、まあ、今は3号エアフローで、うん、あの、純正コンピューター書き換え、もうまさに最新式じゃないですか。そうですね、割と最新式の状態にはなってます。パワー的に450ぐらい、いや、そんなにないかな、430ぐらいにはいうところで、はい、これにね、あの、 N ステージ、 N ステージしてね、あ、今、はい、あのノブチャンネルでよく出てくる谷口さんの車作ったとこじゃないの。N ステージがね、これ N ステージ、そういうのも入る、そう N ステージにも入ったりするもんね。N ステージで、入れることぶっ込むこと、割とこう綺麗にしてもらったり、だから今なんか N ステージ、 N ステージ、 N ステージで鍋がさ勝手に貼るんだよね、はい、シール、そう、貼っていいですかとか言わないの、貼るんだよ、ね、勝手に。なるほど、なるほど、うん、え、足はHKS？ 足はそうですね、HKS で、あの、昔、うん、あの、谷口さんの HKS のモデルっていうのがあって、うん、ノブスペックっていうのがあって、うん、まあ、そのケースを使いながら、うん、まあ、あの、バネレットだったり、それあの、中のオイルだったりはいろいろ、谷口スペックの D1 スペックっていうのがあったの。ミッションはあの、HKS？ 当時はいや、ニスモの6速 4.1 ファイナルとかだったんじゃなかったっけ、4.1 か 4.3 かな、4.3 とか、うん、そんなような、うん、それを、まあ、普通のノーマルミッションに乗せ替えて、うん、ノーマル6速、ノーマル6速、ノーマル6速なんだ、はい、ノーマル6速に乗せ替えて、でもまだちょっとその僕もその普段エンジンをこう高回転に持たせたくなくて、うん、でそれでファイナルを今これ 3.1 っていうファイナルに変えてあって 3.1 のファイナルってのはまた珍しいね、はいはい、本当に。え、でもまさかこれで、はい、ゴルフ場行くってことはないでしょ。嫌なんですよ、ゴルフ場に持ってこの日に浴びさせるのが。あ、嫌で、僕もうこれ2回ぐらいこれ塗ったりしてるんですけど、塗ったり、これももうステッカーも当時の
もので全部これ当時の方に貼り替えたの全部、ね、T&E とかでバーって塗り替えたら塗り替えてなくなるからね、なくなるんですよ。あ、そうだよね。だからこれも貼ってとか2回ぐらい貼り直してもらったから。ヘッドライトとかもこんな状態だった。これはもうそのままです。さあ当時のこれはだから当時からシャレっ気あったんだね。そうっすよ、そうっすよ。まあでもね、この仕上げは上野のセンスです、うん、そうか、はい、なるほどね。ベルテックスは仕上げるセンスがいいんで、うんうん、でオートサロンに飾るときにピシャッと綺麗にして、うん、かっこよくしたんですよ。これ試算するとするとこれ相当いきますよね。これまあそうですね、これものすごい。もうこの方そういうんで、はい、あの僕だったらすぐ売っちゃいますけどね、これね。もう速攻で売りますけども。別にそんなそういうところに困ってないんで。そう、そういう人じゃないから、はい、いいですけど、もしこれオークションに出したら、まあ、値段つくでしょうね。500とか400とか、でもね、もっといくと思う。もっと全然もっと。あ、そんなもんじゃない、うん、はい、そんなもんじゃない、うん、しかも今ここで大きく売っとけば将来的にもっと価値が上がるんで、うん、いや今ね、いやでもそんなもんじゃ絶対買えないですよ。ちょっと結構綺麗にしてるあのシルビアで 4,500 万のやついるんですよ、ネットで見てても。1000万は超える価値があるんですか、ぐらいの価値は、はいはい、それは、まあ、それは彼の、ね、それはバイアスかかったあなたの価値ですよそれ、はい、でもそ自分の中ではそうなんだ ね、はい、ですね、かけがえのない、はいはいはい、もし僕がもう手放すっていうか、いろんな事情で手放すんだったら谷口さんに可能性は、そういう話したこともあるもんな。ありますね、うん、の全然乗んなくなっちゃって、うん、僕がそう家にも止められないしみたいな話になった時はちょっと一瞬そのだって俺でさえなんとなくだんだんオーラが見えてきた。そうでしょう。あなたたちにとってはもっとなんだね、これ。そうですね、本当にね。だから俺は龍一のもの元に行ってよかったと思ってる、この車が。本当だね、うん、いや本当にありがたい。そしてなんか逆に感謝しなきゃいけないというところでございますので、今後も本当に大事にして、はい、ぜひいい状態で保存しておいていただきたいということでございます。ということで、初代 D1 チャンピオンカー、あの車は今現在